皆さんこんにちは、かほなんです。今日は魚つきに挑戦していきます。以前対馬に来た時にお世話になった対馬観光物産協会さんと、あと釣りをしたあの丸徳水産さんとね、仲良くなりまして、魚つきやってみたいんですよみたいな言ってたら、またおいでって言ってもらえたので、今日は全面バックアップのもと、私のね魚つきデビューを見届けていただきます。またあの頑張ります。無人島では潮の感じとかと天気が良くなくてなかなかできなかったんですけど、デビューです。見た、これで GoPro で回しよう。 OK、 いってきます。あっち丘に行こう。はい、なんか見えてん。おー、あそこでもすごい、めっちゃいる。というわけで初めての魚つきに行ってきます。最初は潜りながらもごもご喋ってたんですけれど、後から聞いたら何言ってるのか全然分からなかったので、後取りで解説を入れながら喋っていきます。こちらが私の師匠、丸徳水産の犬塚さんです。岩の手前にしましまのお魚が見えました。手前のカサゴのような魚にも逃げられてしまいました。岩の下に隠れた魚を追ってみましたが、暗くてよく見えません。しましまのお魚を発見しました。そしてふよふよと浮かぶフグがいました。フグは取りません。しましまがいました。行ってみます。画面上にパッと見3匹います。潜ってみると逃げられてしまいました。フグがいますが、この子は取りません。
鉄砲になってきました。この後陸で少し休憩して場所を変えてもう一度潜りました。キビナゴの群れです。キビナゴに夢中になっていたんですけれど、ふと周りを見てみたら越前クラゲがいました。周りを見渡しながら気をつけて魚突きをしていきます。少し深いところにしましまのお魚がいました。だんだん慣れてきて深く長く潜れるようになったので、この子も挑戦してみます。狙いを定めて当たりました。取れました。わー、見て見て見て、すごい、かっこいい。これ何ですか？鷹の花鯛というタイです。食べれますか？食べれますよ。よっしゃ、初バカな月は鷹の花鯛でした。イエーイ。嬉しい。よっしゃ。というわけで、ここまで約2時間潜っていたんですけれど、やっと1匹捕まえたということで、だんだん慣れてきてコツもつかめてきたので、まだまだいける気がしています。次回の動画に続きます。お楽しみに。